本の作曲家の吉又亮です。聞いたところによると、僕の音楽は結構韓国の中で流れているという話を聞きました。韓国の方では多分冷静と情熱の間の映画のサントラの曲とか、あと空から降る1億の星かなのドラマの、レゾルバーという曲とかがなんか韓国の方ですごく聞かれているという話を聞いて、僕としてはとても嬉しく思っています。そういう僕が今回韓国の、ゲームの中でそのサントラのような曲を手掛けてみました。皆様がどういうふうに感じていただけるか楽しみです。実はあのプロデューサーのゴムさんから、丁寧なお手紙をいただいて、自分にの曲に対する思いやすごいラブレターのようなあのお手紙をいただいて、それを見てもなんかすごく僕も嬉しくなって、あのゲームはほとんどやったことがないんですけど、ぜひともチャレンジしてみようかなという気持ちになって今回お引き受けしました。今回はまずシナリオがなんとなくシナリオがあったっていうことと、あと絵もいただいたんですね。で、そういうこういうコンセプトで作ったっていうのを聞いて絵を見ながら、まあ、だから自分が普段ドラマを作ってる時って、自分でその役者さんの顔を想像したりして自分の中でイメージして曲を作るんですけど、今回その絵が明確にあったので、どっちかというとその絵の主人公たちにが動いているっていうのを想像しながらあの曲を書いたので、全く作り方としてはサウンドトラックを作るのと全く変わらなかったですね。僕が大体作った今回の曲に関してはちょっと全部が家族がテーマになってます。なので僕の音楽が流れた時にちょっと自分がゲームをやりながらこうちょっと家族のことを考えてその感情移入してもらえれば、なんかちょっとこうゲームなのにやりながらちょっとその家族のことを考えてちょっとあったかい気持ちになったり切なくなったりするように、なんかゲームをやってる方が思ってゲームをやってくれればちょっとそれは楽しいかなって、楽しみかなとは思ってるので、ぜひ僕の音楽を聴きながらなんか吉又亮の世界の中でゲームを楽しんでもらえたらとっても嬉しいと思います。今回ね、実は4曲1つの曲に対して2曲ずつ出したんですね。なんだけど実は、その中で最初にできたインスピレーションでできた曲2曲がこの曲でいきたいですって言われてすごく嬉しかったっていうか、だから、この曲もそうですけど、これは最初にできた曲なんだけど、そこで2曲作ってたのに、もしかしたらこっちの曲って言われたらどうしようと思ったんだけど、やっぱり僕が最初に作った曲が2曲とも皆さんに気に入っていただけたっていうのはとっても自分の中では嬉しかったし、別に2曲目が嫌というわけではなくて、なんか最初にインスピレーションで作った曲が皆さんに通じたんだなと思ったらとっても嬉しい気持ちになりましたね。楽器編成も、折らない花の場合は、ピアノでやって、で30年前の自分にはガットギターをメロディーの主体として使ったっていう楽器の違いもあるので、そこも楽しんでいただければと思います。折らない花に関してはもともと病弱だった娘が兵に志願して、その兵に志願して牛しがれて帰ってきた時にお父さんと向き合う曲を作ってくださいっておっしゃられたんですけど、今回ちょうどクムさんが一生懸命そのエピソードの話を喋った時に、一個前に喋ったエピソードの話がちょうど子供がっていう話だったので、このメロディーが実は出てきて、まず日本の打ち合わせではありえないんですけど、今回は韓国のその間に通訳が入るということで、実はこの折らない花はもうその時に実はテーマができていて、それをまた皆さんが選んでくれたっていうことだったんですね。
っぱり父と娘のこう切なさ、あと父の優しさっていうところに焦点を当てて曲を作っているので、その切なさと儚さの間ぐらいが伝わればいいかなっていう気持ちで曲を作ったので、ぜひそういう気持ちで聴いてもらえたらと思いますね。30年前の自分には、イラストで見たんですけど、そのどっちかというとこう自分が、30年後の自分が昔の自分に向かってこう語りかけてるシーンを見て、まあ、そのあったかい気持ちで自分を昔の自分を見てる、自分だったらこういうふうなことを語るかなって30年前の自分にって、それは自分にも置き換えて作って、まあ30年前のその自分に対しての彼が将来この30年後に向かって希望を持てるといいなという希望の気持ちもちょっと入っていますね。僕の曲が使われている場面では、ぜひ家族のあったかさ、切なさ、そうこういろんな希望とかいうのを曲の中に込めたので、そういう気持ちで、ゲームの中に浸っていただければ僕としてはすごく嬉しい気持ちになると思います。ぜひともお楽しみください。今回このゲームをやってみて、なかなか日本で撮れないっていうか、今回の編成はすごく日本ではほとんどやらないだろうっていう編成、大きな編成で撮らせてもらう贅沢をさせてもらって、自分の中でもすごく作品を気に入ってますし、出来上がった音もすごく気に入っているので、本当にぜひとも曲もそうですけど音楽の音も含めて、ユーザーの皆さんがゲームに没頭してもらえたら、こんな幸せなことはないと思いますので、ぜひとも楽しみにしてください。